ちょっと騒がしいんですけれども、今日はこれから馬ちゃんの収録に行きたいと思います。今の掛け声を完全に覚えようと思って何回もエンドレスで、ビデオ、回してるじゃない、今ビデオ、再生しているんですけれども、そんな感じでもうそろそろ集合時間ということでお出かけしたいと思います。それでは行ってきます。変えました。ただしかし私は昨日ミョンドンでこれを見つけることができなかったので、皆さんちょっとなんていうんですかね、マスのスポットから外れたところのコンビニに行ったら、レジのお兄さんたちが立ってる裏の方に背中にこれがひょこっていたので、皆さんぜひ探してみてください。そして最初にチャージするときは、これは駅に行かないとダメなんですね。あ、ティーマニーの、でもティーマニーチャージするとこだったらコンビニでできたんじゃないですか。そう、できるの？コンビニでできます。そのやり方するんです。あ、そうです。今乗りたかったから。そうですよ。私はただこれを300円で今回買ったという感じで、次回使いたいと思います。こちらが CG の本社。そして今から私たちはなんかのドリンクのトラックがあるであろう。あ、鬼これ渡ります。よいしょ。ドリンクのトラックが出ているようなので、それをちょっと見に行きたいと思います。さて、CJ 本社。今日は CJ とは関係ありませんね。でもその辺ですよね。あのスタバの、スターバックスがいっぱいあるの前ってことですよね。あれですか、なんかあるから。あ、でももうないくないですか。ないかも。私たちが見ることができなかったキッチンカーはこんな感じで止まっていたそうです。これはお友達のステイちゃんからお写真をお借りしました。もしキッチンカーがいる時間に私たちが間に合ったとしても、私たちが何かを飲んだり食べたりできるわけじゃなくって、このキッチンカーは佐野区に入ることができたラッキーなステイちゃんたちへのメンバーからのプレゼントでした。羨ましいよね。ステイお腹いっぱい食べたなんていう風に私も言われたかったです。さあ気持ちを切り替えてオンに。今から私たちはちょっと待機、しばし待機ですが、どちらに参りましょうか。カフェに、はい、カフェに、カフェに参りましょう。なんかやってる？なんか花吊るせって言ってますよ。ちょっと待って。お茶をしに、コーヒー、そういうのついてなかったマークみたいなの、コーヒービーンズに入りました。今からチングを待ちたいと思います。もう私たちのチングを待ちたいと思います。ポンポンポンが難しいですね。ポンポンポンのタイミング。ちょっと待って。ポンポンポンだけ間に入るんですよ。なんかね、タイミングおかしいですね。そう。ってなってたけど。ポンポンポンって言うとなんか鳩みたいだけど、鳩ではないです、ね。そうです。やばい。全部覚えないと無理かも。そうです。でもその後にマイアミーゴ来ますね、マイアミーゴ。本人が一生懸命イヤホンで今チクチクの掛け声を今本人が勉強しております。真剣にやっております。今日私はキラキラー股関節シャキンシャキンつけますね。これを少しでもキラつかせようということでやらせていただいております。信じられます、今から見るんですよ。そうだよ、そうですよ。しかもリノが近いですよ。見るんですよ。どんなお気持ちですか。一言ちょっと お気持ちコメントください。はい、今ね、もう時間なくて宿題中。宿題中、ごめんなさい。宿題終わらせる。テスト直前の詰め込んでる学生ばりに、まあ、そうでした、失礼しました。インタビューしてる場合じゃない、失礼しました。そうだね。私だけでちょっと、じゃあ一言コメントも。信じられません、今でも信じられません。今ここ私たちが人間はリズムに乗って、リズムに乗ってます。すごい
したっけ、かわいいでしょ、こうね、飲んだ時もこのぬいちゃんをちゃんとメモってくるっていうのが本人のすごい可愛らしいなと思うところで、見てください皆さん、ひょーんちょっとあれでしょうね、この、あの、ね、あの、この、あれは合わなかったんでしょうね、後ろに外してあります、でもなくさないようにちゃんと一応入れて、あ、歌ってる歌ってる歌ってる、終わりました。ありがとう MVC ありがとうございました。本当にこの全員が入っていました。前の席数えてみたんですよ、4列あってリノがメイク直ししてたところだけで40席終わりました。めっちゃ良かった。どうでしたか感想は？撮ってます。最高でした。最高でした。ありがとうございました。おかめました。赤メガネよろしい、よろしい、赤ニットよろしい。ありがとうございました。あー来た甲斐があった。明日はおまけですね。そうですね、はい、軽い気持ちでいきましょう。以上現場からお届けしました。MBC の隣にあるちょっと今ゴディバの前を通ったらですね、なんとですねセブンティーンさんのコラボをやっておりましたんで、そちらでちょっと茶をすることにしました。セブチ兄さんでございますね。セブチ兄さん2人の何やらコラボをやっておりますわ。あの気づきました私、ググでも来ましたね私ゴディバ。同じようなメニューがございます。これですね、これが私、これを頼みました。手にキズとセブチのコラボレーションという形でゴディバとのトリプルコラボでやらせてもろてます。いただきます。いただきます。グサッと気になりましたけど、これが失礼しました失礼しました。美味しい美味しい、甘くないオレオジュースみたいな感じです。よろしい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 。テンション帰ってきました。どうもクリスです。本日馬チューンの観覧に行ってまいりました。会場の雰囲気は先ほど見ていただいたと思いましたが、いやーもう本当に全体的によろしかった。振り返っていこうと思います。今から馬チューンについて、まずそうですね、会場の全体感、これさ私今回初めて番組観覧っていうものに入らせていただいたんです。人生初めて、あこういう感じでやってるんだっていうのをまず勉強したんですけれども、会場自体は多分ね私の見立てで言うとお客さん1000人ぐらいですね、入っていた人数は。私たちが結構後の方にそのホールの中には入ったんだけど、まずびっくりしたのがもう私たちが入っていくタイミングで始まってんのえーみたいな。日本だったらさ、いや日本の別に観覧に入ったことがあるわけじゃないけど、お客さんが全部席に着いた段階でスタートっていう感じになるじゃない普通。でも入った瞬間にあのね目の前にスキズがいたんですよ、みたいな。あの他のアイドルちゃんが歌ってステージで歌って踊っている時にスキズがもうね日本人だってすぐに分かったんですけれども、それで日本に人にいますみたいな感じで私が言ったんですけど、ステージのその下のところをスキズが目の前をね横切っていかれたんです。今どういう時間ですかと本当にマジでびっくりしたの。って私たちまだどこにっていう風に言われる前にステージこちょっと図出していいですか？ちょっと私の手書きの図をここに今出させていただきます。こんな感じで、今私たちがここにいます。その段階でスキズが目の前を通っていったわけ。はぁ！ちょっと待って。でも、
結構前の方も埋まってて、後ろの席も埋まってたの、ほぼほぼ。え？私たちって一体どこに配置されるんだろうと思っていたらですね、その行列がある中で私たちの2人前でバスンと切られたの。あるよね、よくよく切られるんです。前バス待ってた時も私たちの2人前でバスンと切られたんですけれども、今回もそうで、えっ、前の人たちもう行っちゃってどうしようどうしよう、私たちってどうなっちゃうの。でそしたらまたしばらくして、じゃあ行ってくださいって言われて、今ねこのね図で説明するところの上の方に一回登って行かされたわけですよ。階段を登って客席の上の方に、あ、恩にもこれ終わりましたねと、私たち上の段ですもと、天井席ですと。言うてまあ1000人ぐらいの規模感のホールだからそんな遠くはないんです。まあ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 段になってるから見えやすいんだけどさ、後ろですねと。あ、でもまあね、チクチク分を最速で見れるということだけでももうありがたいと、この観覧に入らせていただけるということだけでも嬉しいことじゃない。だってリノが司会の会っていうのをさ後から知ったからさ、あら、そんなおまけがついてきますかと。それでその案内されるがママに上に行って、一番上まで上がって真ん中の方に行って、そしたらそこで一旦また止まれと。でもなんかもう座れる席なくないと、全部埋まってるやん、もしかしてと思った瞬間に、真ん中のその通路を降りていくように言われたわけよ。みたいな。さあこっち両端のブロックのど真ん中のところの通路を通って行かされて、なんとそのど真ん中の通路の一番降り切ったところから、はい、じゃあここからしゃがんでみたいな、要は補助席みたいな感覚なんです。その真ん中の通路は埋めますと。ね、さっき言ったでしょ、私たちの前にいるの何人でした？ Say 2人ですよ。わ、ちゃんとお椅子が用意されてるお席として1人1席としては与えられてないけど、そんなのもいらないじゃん。で一番前の方が2人座りました。で私たちも1段開けてその上に座りますってなった時に、横をパッて見たらさ、要は一列目と同じ段なんですよ、私たちが。その前にいた二人が若干その一列目の人よりも前に座ってるみたいな、低いところに座ってるみたいな。しかも前が通路だから誰も遮るものがなく、その前のブロックの通路には誰も入ってないから、これはやりましたねと。そこで気づいたの私、あれちょっと待って、リノさんっぽい声が聞こえるなと思って、パッと斜め前を見たら、右斜め前を見たら、もうそこでリノが司会やってんの。え、いるじゃんみたいな。え、もう始まってるし、いるじゃん。さっき隙間、他のメンバーも通ってったし、ってみんながさ、MC の人たちがいるあそこのブースが右斜め前にあって、それで真正面がステージドンって大きい、そのホールのね、ステージ自体があって、こんな距離で見せていただけるんですかと。で、私たちが座った後も、まだ、ゾロゾロ入ってきている人たちがいて、最終的には、一番最初上がってきた階段も、全部人が2列になって埋められていって、しかもその埋め方も、サイドの階段に関しては一人ずつ縦にこう並んでいけみたいな。私たちは土線だったから二人ずつ並んでってくださいって言われたけど、横の階段はさ、下から埋めて上に行くからめっちゃ難しいね、この説明もね。だからお友達同士で横に並べないんですよ。だってそこに目の前に埋めてっちゃったらさ、後ろに行けなくなるから。でもさ、前から並んでった人がさ、後ろに行くっていうのもそれもおかしい話だよなって思うんだけど、だから何が言いたいかっていうと、本当にマジで運ゲー。番組観覧に関しては早い人がいい席っていうわけではなくて、本当に運ゲーで、で私たちがそこに座らせられた後も、後に入ってきた子の中でスタッフさんがパッ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 パってバランスを見て、機材席の横もう二人いけんなみたいな感覚だったら、後に入ってきた人でも機材席の横、要は私たちよりも前のブロックに入ってる人が6人ぐらいいた。
だからマジで運ゲー、これはね学びましたわ。こんなことがあるんだっていうのはちょっとわかんない。日本の観覧だったらこんなんされたらみんな多分揉めるよねって思わない？でも韓国はこういうやり方なんだなっていうのをちょっと勉強になりました。私は初めてなのでこれも新鮮だったことなんですけれども、生放送で観覧で進んでいくじゃない。そうするとアーティストさんによってはサノクって言って事前に収録するアーティストがいるっていうね。でスキズもサノクだったんですよ。でサノクと本番はサノクの方が先にもちろんやっておいて、それで本番にどんどんねそれを差し込んでいくわけ。でも本番でパフォーマンスをするアーティストもいるんですよ。だそのさバランスっていうのが、あこの人はここで歌うんだ、この人はサノクなんだっていうのがなんか不思議な感じ。現場にいる身としては、あここは歌わないんだとかさ。でも佐野くんをやった組でも実際その観覧で本番が進んでいる時にステージに上がって、なんかねワンコーラスいかないぐらいをゆるく歌って踊ったりするわけ。信じられます？流れてる、こうなんていうの、放送として流れてるのは佐野くんの映像が映ってるわけ。でも現場にいる私たちはさ、佐野くんが使われちゃうとさ、目の前で誰も何もしてない状況がずっと続くわけじゃん。そうじゃなくって一応出てくるので、ゆるっとゆるっと踊るわけ。本域じゃない人もいた、見ている中ではね、ゆるっとゆるっと踊ってるなみたいな。でそうすると途中でスタッフの人がなんかね、あもうここまででみたいな感じでステージの上に止めに来るの。すごい不思議じゃない？こんな感じなんだと思って、私初めての経験なんでね、こういう風にお伝えしますけど、クルスそんなの当たり前だよっていう、そういうね諸先輩方の皆さん、知らない人もいるから、ちょっとここでやっぱりちゃんとそれはお伝えしておこうっていう風に思って私は今話しております。面白いので、途中でなんでやめるのっていう話じゃない。そしてはけると次のアーティストさんがもうその佐野くんの映像が切り替わった瞬間に次のアーティストがはいドンって始まるように、例えばナムジャのグループがゆるっと踊って、はいじゃあもう君たちここまででいいよって言って発揮させられた後に、ヨジャのグループがつくつかつかってきて、なんかもうポーズを取ってるわけ、スタンバイしてんの。でそっから切り替わってすぐに今のリアルタイムの生放送の映像が差し込まれるみたいな。今回は私が見てて、佐野くの映像が使われてたのがナムジャしかごめんなさい覚えてないんですけれども、INI さんは佐野くんの映像プラス本人たちがゆるっと来てて踊ってたのと、 NCT さんも佐野くん映像プラスご本人たちがちょっとゆるく歌ってた。あとは我らがストレイキッズもこのね、うまちゅんの前にね佐野くんのお知らせも来てたんですよ。そうなんです、佐野くんあるよっていう。でもそれはいろんなねしがらみがあるんだと思うんですけども、私たちは入れない世界なんです。でなんかこれがまたさ、なんでこことここの差があるのっていう風に思っちゃうのはいけないことなんだとは思ってるんだけど、でもやっぱ現場にいる身としては思っちゃうんだけど、佐野くんに入ってる人はお土産がもらえるの。よくさ、みんな映像で見たこともあると思うんだけど、キッチンカーみたいなのが出てアイドルから直々に差し入れみたいな。トゥワイスナヨンちゃんのデビューだったらナヨンちゃんがちょっとお話をしてみんなにコーヒーを振る舞ってとかさ、スキズの前の時とかもスキズのそこ限定で佐野区入った人だけの、例えばなんか毛布がもらえるとか、オリジナルの非売品の、めっちゃ羨ましくない？で今回はその佐野区に入った人の中でなおかつ観覧にも入れている人がいたんだけど、その人たちが持ってたのがなんと我らがベルサーチ王子ファンヒョンジンさんからのですね、ベルサーチのなんかボディクリームみたいなのがこうクリアのバッグに入ってってそれをもらってたのと、あとはバラの花一輪をもらっていたと思う。あとねなんかね冷えピタみたいなやつかな、その3点セットをもらってたみたいです。それプラスキッチンカーが出ててコーヒーが振る舞われたみたいな感じで言ってて、みたいな。私たちもさ、だってさ、番組を愛する気持ちは一緒だし、ここまで現地まで来てる気持ちは一緒なのに、どうしてそんなに私たちには何もないんですか？みんな、まあ、何もなくても全然いいんだけど、でもなんか持ってる人見たらめっちゃ羨ましくなった。
あのお金払うからキッチンカーのコーヒー買わせていただけませんかってマジで本当に思った。番組がどんどん進んでいく中でリノさんがね本当に素晴らしい司会をされていた。流れるようなあれまだ現役でいけるんじゃないんですかって思うぐらいの流れるようなちょっといじりながらの司会みたいな。でさやっぱ現場にいないと見れないそのカメラに映ってない時のリノやリノやーって言ってずーっとこうやってみたの。ずーっとこうやってみたの。リノやーって。そしたら、やねーもうやってくれましたもん。キャン。今回、観覧に入ってた、中で多かったのは、あの、草ドンキと言われている NCT さんの、あのペンライトを持ってらっしゃる方が結構多かったのと、あとは、エナプーのファン、エンジンちゃんが入ってらっしゃったのが多かったのと、スーキズのファン、ステイ、我らステイ。だからその三つどもえみたいな感じになってたので、すべてがステイというわけではなかったわけですよ。そんな中で、リノヤーって言ったら、これはもうオンにいただけたということでよろしいですかって言ったら、よろしいって言われたので、もういただいたと思っておこうと思います。あーみたいな。若干お砂糖な感じのリノさんでございました。上機嫌な感じで。で、進んでいく中で、スキズがね、後ろを通ってピューって通ったらみんなキャン、まあ、横を通ったらキャンみたいな感じにはなってたんですけれども、で、最初にあのトークが始まって、司会のリノさんプラスみんなみたいな感じでね、その中でワイワイやりまして、そこもなぁ、そんなの、そこの映ってないところでの、なんかリノとジニのわちゃわちゃな感じとかも、めちゃくちゃよろしかった。よろしかったです。そして最後ですね、ヨジャンの方が歌った後に、背景が、次に歌うアーティストさんの背景になるんだけど、あ、チクチクプンって書いてある。スキズ来るぞ、みたいな。でもさ、佐野くだったんだよね。歌わないのかな？どうなんだろう？って思ってたら、ステージにメンバーが来てくれて、まあ、みたいな。でそこからの、でもリノ、そこで司会してるけどどうなっちゃうんだろう？リノだけ、みたいな言ったら、リノさんがパパパ、みんなが入ってきた後に、リノさん待ちみたいな感じになって、で、リノさんが揃った段階で、その佐野くの映像が流れてるけど、それに合わせて、ゆるくゆるくみんなで踊り出してくれて、で、他のアーティストはさ、さっき言ったみたいにさ、途中で止められたりとかもしてるわけ。だから、最後まで歌ってお願いお願いみたいな。僕の時の映像が映ってる中で、スタート、かぼちゃ語があったんです。ラララーの時だけなんかなって思ってたんだけど、もう、あ、ここの掛け声私たち勉強してないなと思ってよくよく聞いたら、カーボーチャーゴーって言ってるわけ。そこからの一生懸命リピートして聞いていた、どこでブンって言うんだとかさ、ね、アイアイとかさ、ね、マイアーミーゴーとかさ、ちゃんと頑張って掛け声を一緒にしまして、周りにいたステイさんたちと一緒に、もうチキチキブン最速でやってきました。めちゃくちゃ楽しかったです。ごめんなさい、もうこれで終わりなんですけれども、で終わった瞬間にみんなもうはい出てみたいな。で私たちは真ん中から、右側の出口入ってきた方から出るように言われたんだけど、なんと一番奥の方からは皆さんアーティストさんたちがさ左側からどんどん撤収していってたから、そっち側からみんななんか隙間からねアーティストさんたちがみんな手を振ってくれてたみたいで、一番奥の通路側に座ってた子は当たりだったね。あとでも、スキズに関しては、裏から通ってもう一回ぐるっとステージの方に行くときに、ジニはね、一人誰かね、ハイタッチしてあげてたし、バンちゃんも、タッチしてあげてたから、その、端だからと言って、外れ席ってことではなくて、端だからこそ、その、一瞬だけど、めっちゃ近くなる可能性があったりとか、その、接触できる瞬間があるっていうのは、あれはあれで、あ、当たり席だったんだな、みたいな、見えにくそうだね、みたいな。お友達でね、一人ね、横になっちゃってた子がいて、アイコンタクトで、あ、そこなんだ、みたいな感じで言ってたんだけど、でも、あそこはあそこで当たり席だったみたいだから、結果的に、私とオンニと、そのもう一人、観覧で入ってたお友達も、結果的に、みんな、すごく、いいポジションで見ることができたよっていう、そういうご報告の動画でございました。ちょっと最速でこれに関してはみんなにお伝えしたかったので動画を回しました。また
明日は SBS のサマーに私入るんですけれども、もうね、これに関してはあまり実は、席順っていうか、その振られてる番号がよろしくないっていうのが事前に分かっちゃっているので、あくまでも今回のカムバトカンは今日のために来ているプラス、あ、SBS もあるから見に行こうっていう、そのね、ノリで行く感じなので、まあダブルでチキチキブーンはできるんですけれども、明日はちょっとゆるっとした感じで見に行くと思います。なんでもう事前に大体のこのぐらいの番号だよっていうのがお知らせはいただいちゃってるので、いつもみたいな感じの、あ、もうだからそうなっていくのかも今後は。デジタルチケットなんです今回から。前回までは紙のチケットで、今までってこうね、海外公演の時には用意されてて、それをみんなにバンって言ってさ、発表してさ、今回は何番みたいな、でそっからのリストバンドをつけてっていうのでやってたと思うんですけれども、デジチケになるので、今後はちょっともしかしたらそういうのも変わるのかもしれない。多分デジチケプラス会場でリストバンドを配布されて、それで入るって感じになると思うんですけれども、ですので明日の SBS はそんなに皆さんに対するちょっとレポも、期待値としては低い感じになると思います。事前に言っておきます。そして私たちが入るエリアがもうとんでもなく人数が入るっていうことが把握しておりますので、あ、でもそういう意味でもちょっと新しい形で楽しめるかもしれない。まあ、何やと思われ、今日お疲れ様、今日のカムバトカンの意味あったねっていう、そういうお知らせの動画でございました。皆さん、それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あんにゃん。ブーン、ブーン、チッチッブーン。ちょっと話し忘れたことがあります。ね、なんかさ、ここ蚊に刺されてる。ここ蚊に刺されてるんですけど。それが言いたかったわけじゃないんですけど、あのね、今日、偶然、その観覧のところに行く途中に、アイドルのミニペンミニで食わしたの。あー、なんか、よくさ、見るやつじゃん、YouTube とかで。その、誰々ペンみたいな人が、ミニペンミ行ってきましたみたいな。そういうので、見てる光景じゃん。わーと思ってさ、びっくりしたから駆け寄ってみて、でも、ちょっと誰なのかがわからなくて、で、その後、番組の観覧に入ったら、その人たちが歌ってたの！でもごめんなさい、本当に。私ちょっと最近目が悪くなってきてて、携帯のやりすぎなのかな、わかんないんだけど、ちょっとね、モニターを見ても、その方々の名前がわかんなかったので、で、その後に、調べればいいやと思ったら、その人たちの映像が、オフィシャルに載ってないので、もしここで、このグループはこの人たちだよっていうのがわかる人がいたら、ぜひ教えてください。はい、カフェに参りましょう。なんかやってる？なんか花トゥルセって言ってますよ。え？ちょっと待って。え？誰かいる？え？え、誰かいる？花トゥルセって言ってるよ。あ、なんかやってるよ。誰？え、誰かいる？え、誰？なんで？저부르면되나요 네, 네부르세요아까처음부터배우고있었던게있었거든요온슐랭가이드어나있어혹시몇분이나오셨을까요새벽인데요배우고가겠습니다 한번더나르この広場で今なんかブラッチ上げすぎた。ダンサラー。こういう風にやるんだね。あいごあいごどうどうまでマイゴあいごすごい。ここから大きくなってったらいいねこのグループね。これ実にそう。あ。とても頑張ってらっしゃいました。好きとか嫌いとかそういうことではなくて、とっても素敵に踊ってらっしゃいました、歌ってらっしゃいましたということで、それだけ以上、ちょっとミニペンミに遭遇したよっていうお話も追加でしておきました。